めんどくせえ。また随分と大所帯でいらっしゃいましたね。とそっち行ったぞ、悟空。任しとけって。あれあ、キリがねえからパーッと一掃しちまえよ、三蔵様。俺に指図すんじゃねえよ、クソガッパ。感じいざ異動さず。どうしました、悟空。いや、なんか変な音聞こえね。はあ、耳までバカになったか。ちげえよ。あ、ほら聞こえるじゃん、なんかベルの音みたいな。ああ、それはきっと朝ごはんができたからじゃないですか。は？魔界天井。あれ。悟空、そろそろ起きないと遅刻しますよ。やべえ。感じ罪暴殺行人犯やらみたり。おはよう、破壊。おはようございます。すみませんが、そこのお味噌汁運んでもらえます？はい。あれ、五条もう来てんの？珍しい。おめえな、朝っぱらからお兄様を呼び捨てにすんなっつうの。そんなのガキの頃からじゃん。高二なんざまだまだガキじゃねえかよ、ちびっこざる。じゃあ大学中退のニートは大人なのかよ。ニートじゃねえよ、フリーター様だ、フリーター様。フリーザ様みたいに言うなよ、全然偉かねえし。かんの生意気ざる、ちった目上のもんをうやめ。朝っぱらからうるせえ、このクソガキども。あ、じいちゃんおはよう。おめえの方がよっぽどうるせえっつの、クソじじい。誰がクソじじいだ、このボンクラ鬼さえ。まごうことなき正真正銘のじじいじゃねえか。ついにボケたか。そのアホみてえに真っ赤な頭に比べりゃはるかに面積だってんだよ。若作りのドキンパツじじいに髪の色どうこう言われたかねえおい。ああ、もう仏壇の前でつかみ合うなって。はいはい、そこまで。皆さんご飯ですよ。ご飯。ちぃ、いいひーっと。はい、ではいただきます。ドラマ CD 最勇気。そこの醤油取って。五条、お箸を口に加えない。おかんかっつうの。おかんではありませんが、一応あなた方のおじさんですから。そういえば八海、てんちゃんは？先生は朝までお仕事されてたようですから、まだ起こさないでおこうかと。どうでもいいけど、いつまで納豆かき混ぜてんだ、じじい。どうでもいいならほっとけ。お父さん、ご飯冷めちゃいますよ。納豆は混ぜれば混ぜるだけうまくなる。それ北王子魯山人の受け売りだってばあちゃんが言ってた。余計な注釈付け加えるんじゃねえ、悟空。お母様といえばもうすぐ13回忌ですよね。どうされます、お父さん。お前に任せる。じゃあお寺さんに予約取っておきますね。あとは、お兄さんたちに連絡つくといいんですけど。タッチってますか、信兄も呼ぶのかよ。当然でしょ、仏様の息子さんなんですから。なんで嫌そうなんだよ、五条。昔から信兄と仲いいじゃん。そりゃそうだけどよ、あの人が来ると連日連夜麻雀やら飲みやらに付き合わされるわ、ヤバめのバイト斡旋されるわで散々なんだって。チンピラの同族嫌悪ってやつだな。そのチンピラたちはお父さんの息子さんとお孫さんですけどね。あともう一人の息子さんの方は今確か中東でしたっけ。うん、親父なら連絡しなくてもちゃんと帰ってきそうな気する。無駄にマメな男だからな、あいつは。ええ、本当にお顔は五条とウリ二つなのに、そういうマメさって遺伝しないものなんですね。え、
俺今なんかディスられた？しまーす。おや、時藤くんが迎えに来たみたいですよ。今行く。悟空。あと、そうだ、ごちそうさまでした。うん。ああ、悟空、お弁当お弁当。ああ、そうだ、教科書より大事な弁当。チャリ飛ばしすぎて車引くんじゃねえぞ。どうやってだよ。じゃあ行ってきまーす。はい、行ってらっしゃい。気をつけて。悪い、お待たせ時と。お前んちの犬相変わらず人懐っこいな。ジーフもおはよう。散歩は学校終わってからな。今更だけど、なんでこいつの名前ジープなんだ？父さんが、四駆と言ったら代表はジープだろ。だって、時と学ランに犬がついてる。別にいいよ、これくらい。なんせ俺んちはクリーニング屋だしな。ああ、それ、俺がガキの頃、じいちゃんもよく言ってたな。いくら泥だらけになっても気にするな。何せうちは、銭湯だからな。でさ。さあ、今日の再会、がっかりすなのは、残念！ 11 月生まれのあなた、いい出会いには恵まれなさそう。そして今日の第1位、超スッキリすなのは、今日の11月生まれの運勢はがっかりすだってよ、ジジイ。貴様も11月生まれだろうが、つうか随分暇そうじゃねえか、孫ニート。ニートじゃねえっつってんだろ。今日のバイトは深夜シフトなんだよ。またどうせろくなバイトじゃねえだろ。それなりの生活費納めてから一発の口聞きやがれ。あのな、こっちだって自由にバイト掛け持ちできるよ。あ、五条、今日のお仕事は夜からですか？ならちょうどよかった。うる、来た。じゃあお昼までにジープの散歩と店の昼休憩時間の清掃、あとボイラーチェックも一通りお任せしますね。午後の部が開店したら夕飯まではバンダイの方をお願いします。あ、いや、あなたがバイトお休みだと僕が外の用事を済ませたり家事にも手が回せるので助かります。もうすでに今日の俺はお休みでも何でもなくなったわけだ。その分報酬も受け取ってるでしょ。銭湯の雑務と引き換えにあなたのここでの光熱費や食費などの生活費は一切免除しているわけですから。そういうことだ。身内のただ働きなんざ家族経営の一番ブラックなパターンじゃねえかよ。うちによそからバイトを雇う余裕がないことくらいあなたも分かってるでしょ。今時こんな瓦屋根に富士山壁画なんて化石みてえな古臭い銭湯やってりゃどうしたって新規の客が増えるわけねえだろ。思い切ってスーパー銭湯的な施設に改装しちまえって土地だけはあるんだし、思う。てうちは貴様の曽祖父の代からこの土地の人間の弱みを賄ってきた格式と歴史ある銭湯だ。安っぽい娯楽施設にホイホイくら替えするなんざ俺の目の黒いうちは許さねえぞ。これだから解雇中の老害は頭が勝てんだっつの。ああ、なんつった。でも五条、あの伝統的なカラハフと千鳥ハフ作りの銭湯は一部マニアのお客さんも好んで来店されるんですよ。時藤くんが作ってくれたうちのホームページのアクセス数だって徐々にアップしてますし。古式ゆかしい銭湯なのにホームページだけやたらハイスペックで洒落てるもんだからネットで話題になっただけじゃねえか。くだらんこと抜かしてる暇があったらとっとと体動かせ。たとえ孫でもただ飯食わせてやる義理はねえぞ。ひいひいっと。さてと、じゃあお父さんもそこから移動していただけます？掃除機かけたいんで。ああ、それから盆栽いじるなら風下でお願いしますね。洗濯物汚れるんで。ああ。いくらでも寝ていられる気がする。僕もそろそろ年ですかね。
蒸し熱っ。はあ、暑いわけだ。もうすっかり夏の空の顔してますね。よう、作家先生。大家五条くん、おはようございます。朝から庭掃除ですか？っていうかもう昼の2時だけどな。ちょっと前まではあなたも僕と似たような生活サイクルだったじゃありませんか。まったくよ、あいつがうちに来てからすっかり健康的だぜ。いいことじゃないですか。じゃあ健康的に頑張ってる勤労青年に居候のおじさんが飴ちゃんあげますね。大阪のおばちゃんか、あんた。と、ずいぶんタールの多い飴ちゃんだな。サンキュー。ところで、うん、僕マックのチキンタツタが食べたいんですけど。んなもんてめえで買いに行け、お客さんか。わーい。失礼しまーす。おお、三河屋じゃん。いいところに来たぜ、サブちゃん。三河屋でもサブちゃんでもないっす。斉藤、斉藤酒店の看板息子、斉藤和夫、17歳っすよ。酒屋の配達員って言ったら三河屋でサブちゃんだろ。何斉藤、今日の仕事終わったの？いや、玄城さん家にラストの配達に来たら2階でたむろってるって聞いたんで、ちょっとお邪魔させてもらおうかと。おお、 MGS の新作っすね。お前これもうクリアした？今2周目でトロフィー回収中っす。マジか、さすが。あ、ここのフィールドどうやって進むの？はい、あ、ちょっとマップ画面出してもらっていいですか？うん、あ、こことここに見張りの傭兵がいるんですけど、こっちが最短ルートなんで、建物側に回り込んでから CQC で一人倒して進んだ方が断然楽っすね。ほらな、俺の言った通りじゃん。俺ゲームの中ですら慎重に行動するの苦手なんだって。あ、パス。また俺が操作すんのかよ。てか、ここ、お前、ポテチ食った手でコントローラー触んなっつーの、ベトベトじゃねえか。俺のゲーム機なんだから別にいいじゃん。てか、せっかく斉藤来たんなら、ボンバーマンかマリカやろうぜ。なんでも受けて立つっすよ。お、嫌がったな、三河屋。斉藤っす。あー、誰だよ、こんなとこにバナナ置いたの。いや、さっき自分で置いてたじゃねえか。お酒に行かせてもらっすよ。斉藤くんが混じるといつにも増して賑やかですよね。先生のお仕事の邪魔になってないといいけど。いつものことだ。長年うちに住んでりゃ慣れてんだろう。はい、どちら様でしょう。どうも、久保田クリーニングです。ああ、こんばんは、久保田さん。とりあえずこれを私に。お裾分けでもらったタッパーと預かってたご隠居さんのお着物、うん、わざわざすみません。こちらで取りに伺ったのに。いや、町内会の回覧板来てたからそのついでにね。はい、どうもご苦労様です。上に時藤くんいらしてますよ。すみませんね、いつもうちのがお邪魔させていただいて。回収して帰りますんで。時と、そろそろおいとましなさい。おお、ちょっと待って。そうだ、時藤くんが作ってくれたうちのホームページ、すごく評判がいいんですよ。無償で作業してもらったのが申し訳なくて。いえいえ、こちらも何かとお世話になってますから。マカロニサラダすごく美味しかったです。あれくらい強めに黒胡椒を効かせるとビールにも合いますね。二人で瞬殺でした。それはよかった。あれ、うちの人たちにも好評なんですよ。じゃあまた明日な。おう。久保ちゃん、お待たせ。じゃ、玄城さん、お邪魔しました。お邪魔した。おやすみなさい。
玄城さんか。それにしても玄城八海ってかなり物々しい名前ですよね、僕。まあ玄城五条の珍妙さに比べればだいぶマシか。ねえ、くそ。ったく、なんで俺が番台に立つ時に限って客がおっさんやじじばっかなんだろうな。脱衣所は見えなくたってせめて湯上がり美人くらい気分よく拝ませろっつわ。あ、いらっしゃい。なんだ、乾物屋のじいさんか。今日の番台は長男坊か。最近まともに働いてるようじゃの。感心感心。がっかりす。ああ、あっちあっち。風呂上がりにはやっぱ牛乳だよな。あれ、お五条出かけんの？丸一日散々働いたってのに、今からまたバイトだぜ。分けんだから、その程度で値を上げてんじゃねえよ。あ、皆さんお揃いなら、今ちょっとだけよろしいですか？お店のことでご相談があるのですが。相談？何かあったのか。あ、いえ、先ほど町内会の回覧板が回ってきまして、こちらを。なんだこれ、荒磯商店街？七夕祭り開催決定？へえ、お祭りやるんだ。お祭りといっても縁日や盆踊りではなく、商店街全体で行う3日間のスタンプラリー形式のイベントだそうですよ。なんだそりゃ。駅前に大型ショッピングセンターができて以降、ここの商店街一帯も何かと経営が厳しいですからね。こういう地域密着型のイベントをこまめに開いて客足を呼び戻そうって話は以前から上がってたんです。何3日間の開催期間内、商店街各店舗ごとに七夕にちなんだオリジナルサービスをお客様に提供だってさ。七夕を連想させるものなら、食品提供、ノベルティ配布、ゲームやイベント等何でも OK。 随分とアバウトだな。町内会長さん自身がなかなかアバウトな方ですからね。会長ってあの人だろ、じいちゃんの先輩だっていう老舗和菓子店シャラクのばあさん。ばあさんなんて呼んだ日にゃ、あのワイルドババアにフルスイング100叩き食らうぞ。うちの銭湯もこの商店街ではかなりの老舗ですから、参加しないわけにはいかないですよね。お父さんもシャラクさんの顔は潰せないでしょうし。こっちは昔っから散々あの女の深酒に付き合わされてきたがな。つったってここ銭湯だぜ。七夕にちなんだサービスなんて何すりゃいいんだよ。ええ、それを皆さんにご相談したくて。湯船を笹の葉まみれにするとか。あんな鋭利な葉っぱが一面に浮いてたら身動き一つ取れねえだろうが。客がパンダなら喜ぶだろうがな。店内の飾り付けだけならいいんでしょうけど、素肌を晒す脱衣所や浴場に笹の葉はちょっと危険ですからね。じゃあ銭湯だから温泉まんじゅう配るとか。温泉ってつけたら虚偽になったりしませんかね。そもそも風呂上がりにまんじゅう食って嬉しいか。いやいや嬉しい。クソ甘党じじいは黙ってろっつの。黙ってろだ。この銭湯の主はこの俺だぞ、ごくつぶしが。よく言うぜ。てめえはとっくに隠居して店の切り盛り全部八海に丸投げじゃねえか。なんだこら。もうなんだよ、喧嘩してねえで真面目に七夕のこと考えろって。悟空は本当に頼りになりますね。とりあえず1週間以内に店舗サービス案を町内会に報告しなきゃいけないので、それまでになんとか固めましょう。お二人も少しは協力してくださいね。なってるって。じゃあ僕仕事に戻りますので、お父さん火の始末に気をつけてくださいね。七夕祭りか、これはこれで楽しみだな。
頼まれたのはこれで全部か。くそ、キッチンペーパーとトイレットペーパーとティッシュペーパーが重なって歩きづらー。たく8回もこんなもん今時ネットでまとめ買いすりゃいいのによ。わざわざ商店街に切り立てしやって。あ、喫茶店の中から見慣れたバカザル面が手振ってやがる。こっちは今それどころじゃねえっつうの。ガーガー、こっち来いって。ああ、店に入れってか。ったく、いらっしゃいませ。なんだっつうの、忙しいんだよ俺は。おお、すんげえ荷物。とりあえず座んなよ。その買い物袋後で半分持つからさ。じゃあサラダ油とみりんと白だしの袋持てよ。腕もげんぞ。ご注文は？じゃあアイスコーヒーブラックでいいわ。マスター、アイコーブラック。相変わらず不愛想なウエーターだな。あんたと髪の毛の色かぶってんだから多めに見てやれよ。髪の色だけで親しくなれんなら島国で争いなんざ起きねえわ。なんかちょっと深いな。で、お前ら何やってんのここで。作戦会議中。何の？七夕祭りのアイディアだし。そんなのわざわざ喫茶店でやらなくたって猿の部屋で話しゃいいじゃないか。甘いんだよな五条は。お前一度でいいから俺のことを兄貴だと思って接してみ。自分家の店が何のサービスをやるか決めるためには、商店街の他の店が何を予定してるのかを知っとくのも大事だろ。他店とネタかぶりたくねえしな。お前さっきと言ってること真逆だぞ。つまりまずは情報収集だよ。情報収集。あとついでにこの店の方がうちよりも涼しい。絶対そっちが本命だろ。そんなことないって。いいから見てろよ。アイスコーヒーです。三島さんさ、町内会の七夕祭りってこの店も参加するんだろ。何のサービスやるかもう決めた？うちは今のところ七夕をイメージしたドリンク2種類とスイーツを一皿で考えてる。喫茶店だもんな。そりゃそうか。あ、じゃあさ、他の店が何やろうとしてるかチラッと教えてくんない？知ってる限りでいいからさ、頼むよ。じゃあ俺メロンパフェ追加で。俺はプリンアラモード桜もどきな。確定情報ではないが、え、写真スタジオエーゼンは衣装貸し出しで織姫彦星のコスプレ写真撮影、肉の丸福は彦星の牛にちなんだ牛肉盛り合わせ販売、ブティックバタフライは天の川モチーフのアクセサリー販売、ギッチョン寿司はワンコイン販売のギャラクシーパック寿司とかいう謎の詰め合わせ、フラワーリハクは短冊用のアレンジメント笹、その他の店はまだ未確定だ。和菓子屋写楽は社員の口が固いので話は入ってこないが、牛皮を普段より多めに発注したらしいので、その手の新作和菓子だろう。このウェーター情報員かなんか。サンキュー三島さん。時と録音はバッチリ。じゃあ俺は仕事に戻るから。マスター、メロパとプリアラサクランボ抜きで。なんかあったらまた頼むぜ。なんだこの狭くて濃いネットワーク。この喫茶店って商店街の中心にあるからさ、関係者が大勢利用してんだよな。ここのマスターも三芝さんも無口で静かな店内だから、ちょっとした世間話も全部するけってわけよ。必要か？ただの商店街に情報屋が必要なのか。食い物、雑貨、限定企画、まあどの店も大概この辺だよな。てかお前んとこはどうすんだよ、クリーニング屋。久保ちゃんが考えるの面倒くさいから、お隣の現状さん家に便乗してうちとの共同企画ってことで一つだとさ。ちゃっかりしてんな、お宅の保護者。おや、ご隠居、おはようございます。もう夕方になるがな。お孫さんと同じ反応するのやめてくださいよ。ところで若旦那はどちらに？今は店の方にいると思うが。そうですか。じゃあまあいいか。どうした？
いえね、さっき2階の窓から外を眺めていたら、すぐそこの通りに見慣れない黒ベンツが止まってまして、中に柄悪系の方々も見えたんで、一応報告しておいた方がいいのかなと。確かにこの商店街には不自然だな。後で八海に伝えておく。最近どこも何かと物騒ですからね。まあ何時だろうと関係なく、いつも2階の窓から外を眺めてタバコふかしてる小汚ねえロン毛メガネの男も、旗から見りゃ大概怪しいだろうがな。そんな男が近所にいたら確かに通報案件ですね。結局何も決まんなかったな。今からだとそんなに日数もないし。てかマジ重いなこれ。サテンで涼んでたなんて知れたら八海に出やされんぞ。あれ、どうした。もうとっくに夕方の開業時間なのに、うちの銭湯に電気ついてない。本当だ。でも入り口の扉は開いてるぜ。いや待て、開いてるけどなんで準備中の札が地面に落ちてんだ。悟空、うちの店の中だ。すっとぼけてんじゃねえぞ兄ちゃん。こっちか。下手に出てりゃいい気になりやがって、その細っこい腕ねじられてえかこれ。ですから何度も申し上げたように、うちには中条という人間はおりません。隠したって無駄なんだよ。中条って男の実家がここだって調べはついてんだ。兄ちゃんじゃ話にならねえ。代表者出せや代表者。この店の代表者は私です。ええ？八海。うわひでえ、脱衣所めちゃくちゃだ。んだってめえら。おめえらこそなんだクソガキども。こっちはこの兄ちゃんに用があんだよ。しっかんでれ。大丈夫です、ここは僕が処理しますので。ずいぶんと生意気な口聞くじゃねえか。マーク、お前らハッカーに何しやがって。五条。何しやがんだでけえの。うちの門に手出すんじゃねえよ、ぶっ殺すぞ。ヤクザに喧嘩売るとどうなるか教えてやろうか。五条。おら、さっきの異性はどうした。わけえな。てめえら兄貴に何すんだよ。だからてめえら。おら、てめえ殺す。五条後ろ。それ以上ダメです五条、手を出すな。五条。てめえらよくも。やめなさい。ここは僕と僕の家族の家です。たとえお客様だろうとヤクザ者だろうと、僕らの生活を踏みにじる権利はありません。出て行きなさい。てめえ。警察呼んだぞ、すぐ来るって。一旦つながるぞ。チッ、はあ、警察来ちゃいますか。いや今のは出任せ、あんま警察沙汰にしたくないのかなと思ってさ。はあ、ありがとうございます。お前マジ頭いいな。おう、もっと褒めとけ。つか何だったんだあいつら。それが突然押し入ってきたかと思ったら、中条を出せの一点張りで。中条？誰だよそれ。俺のことだ。信兄。お兄さん。中条は俺の偽名だ。
で、どういうことだこれは。たとえノブニーでも説明によっちゃ2、3発ぶん殴らねえと収まんねえぞ。俺だって今この状況知って驚いてるとこなんだよ。まあ心当たりがないわけじゃねえが。心当たりって？簡単に言えば、俺を逆恨みした商売敵がヤクザ雇って俺をボコりに来たってところだな。人ごとみてえに言ってんじゃねえよこのドラ息子。そこですぐヤーさんが出てくるって明らかに表の仕事じゃねえだろうが。輸入雑貨販売なんざ今時ありふれた商売だろ。それはつまりアジア圏あたりから二足三門で輸入した粗悪な家具をアンティーク品だと偽って高額で売りつけるような商売のことでしょうか。やっぱ頭切れるなこの若旦那。それは商売じゃなくてただの詐欺だっつの。今んとこ顧客からのクレームはないからしくじったわけじゃねえ。ただここ最近商売敵からのやたら悪質な嫌がらせが続いたんでしばらく海外に飛んでたんだよ。人んちの話に悪いけど、なんでそいつらにおじさんの実家がここだってバレたんだ。わざわざ中条って偽名まで使って仕事してたんだろ。貴様まさかこの家の権利書を売っ払ったとか言わねえだろうな。ドラマで見たことあるやつ。そんな頭悪いことしねえよ。そもそもお袋との約束でこの家に迷惑かかんねえように俺だけ住民票もよそに移したし、商売上は徹底して偽名で通してた。じゃあなんでよりにもよって実家の住所がバレてんだよ。お兄さん、もしかしてそちらには僕からのショートメールしか届いていませんか。ああ、メールで法事の報告受けたんで都合つけて帰ってきたらこの状況だぜ。だとしたらすみません、僕の責任かもしれません。え、破壊？どういうことだ。ショートメールを送った後にお兄さんからの返信がなかったので念のためハガキでも。そこに法事の件とリターンアドレスでこちらの住所も。ノブニーんとこの郵便受けが漁られたってことか。言われてみりゃそんなハガキは見かけてねえな。そもそも最近家に戻ってねえし。すみません、うかつでした。いや別にそれ破壊悪くねえじゃん。メールに返信返さねえのもチンピラに因縁つけられるような商売してんのも悪いの全部ノブニーとそれを育てたジジイだろうが。まったくだな。っておい、ご隠居まさかの乗りツッコミ。いえ、お兄さんの仕事の事情は知っていたのだから、せめて暗号か何かで書き記すべきでした。暗号で書かれたハガキが届く方が怖えよ。てかこんだけ派手に店の中ぶっ壊されたんだ、修理代ぐらい出せよ。のうに金は持ってんだろ。当然色つけて払うさ。こいつは俺の責任だからな。ノブト、貴様なんぞ今すぐ出て行けと言いたいところだが、ばあさんのためにも法事が済むまではここにいろ。ただしてめえをかくまってることが知れたらまた面倒になる。それまでうちから一歩も出るんじゃねえぞ。わかったか。五条、起きていたんですか。なんか手伝うことあったら言えよ。ありがとうございます。割れたガラスなんかは全部お兄さんが片付けてくれたので今のところはなんとか。そっか。ただこの状態ではさすがにお客さんは入れられないので、お店開けるまでの修繕に少なくとも3日はかかると先ほど業者さんが。ったくしゃあねえな。七夕祭りの開催までには間に合いそうですけど、風呂なし部屋住まいの常連さんたちには申し訳なくて。まあ今はネットカフェにもシャワーがあるから平気なのかな。悪かったな。なんであなたが謝るんです。いや、うちの人間が迷惑かけ。ああ、そうです、言いましたよね、僕もこのうちの人間だって。確かにそうだ。じゃあ今のは謝り損だな。いえ、
あなたには他に謝ってほしいことがいくらでもありますよ。靴下を丸めたまま洗濯かごに入れることとか、その長い髪で排水口をすぐ詰まらせることとか、あとは。わった、もういい、悪かったっつの。笑ってんじゃねえぞ。すみません。あ、そこの養生テープ取ってもらえます？ん？なあ。はい？さっき、なんで俺が殴り返すの止めたんだ？ああ。すみません。ついとっさに。カナンとの約束を思い出してしまって。約束？ちょっとそっち側押さえててください。おう。僕と初めて会った頃って、あなたまだ相当荒れた生活していたじゃないですか。何度か警察に厄介になったり、高校時代のあなたはヤンキーを通り越してぶっちゃけガチめのチンピラでした。はあ、まあそうっすね。あの頃、あなたの母親代わりだったカナンが僕に言ったんです。次に警察沙汰を起こしたら、あの子には確実に前科がつく。そうなる前に止めたいので、できれば協力してほしい。五条は確かに血の気が多いけれど、根は優しくてまっすぐな子だからって。カナね。まあ止めるためなら五六発は殴っても構わないわ、とも。かなねえ。でも、僕の方こそすみませんでした。あれくらいのアクシデントを、毅然とした態度で処理できなければ、これから先客商売なんてやっていけないんじゃないかと、ムキになってしまって。おめえは完璧主義すぎるんだよ。何でも自分一人で片付けようとしねえで、いざって時こそ俺らを頼りやがれ。なんだよ。いえ、さっきお父さんがいらして、全く同じことを言われたもので。あのじじい。なんだかんだ言って、よく似てますよ、あなた方。だから笑うなっつうの。あ、久保ちゃん、お疲れ。店の片付け手伝おうぜ。うん。今日、現状さんち、大変だったみたいね。え、もう聞いたの？主婦の皆様の情報ネットワークは怖いね。とはいえ、ヤクザ者の客が因縁つけて店を荒らしたらしいくらいのニュアンスだけど。そっか。どうした？いや、なんか家族って結構めんどくせえんだなと思ってさ。ん？いつもごくんちょ見ててさ、あの家もまあ変わってるっちゃ変わってるんだけど、いつも家族がみんな一緒で賑やかで楽しそうだなと思ってて。そうね。悟空なんてガキの頃からすんげえじいちゃん子だったらしいから、たまにじじいみたいな知識持ってたりするし、たまにしか会えない親父さんのこともめっちゃ尊敬してるのわかるし。ご隠居さん、あんなこわもてしてるけど、悟空くんには甘いからな。ああいう血のつながりってか家族ってやつが俺には分かんねえから、たまに不思議だったりちょっと羨ましかったりもするけど。うん。家族だからこそいろいろあって複雑で、旗から見てるよりずっと面倒なのかもなって今日ちょっと思った。ま、そんなもんかもね。それに血はつながってないけど、ずっと一緒に暮らしてる八海おじさんの方が一番あの家のことを考えてんじゃねえかなって。生物としての血のつながりは尊いものかもしれないけど、人間としてその関係性を超えるものがあったとしてもおかしくはないんでない？なあ久保ちゃん、一つ頼み事していい？どんな？
なんかいつもあっちの家でばっかり遊ばせてもらってて悪いからさ、たまには俺の部屋に悟空や斎藤を連れてきてもいいか。俺ここに住まわせてもらってる形だから、久保ちゃんが嫌なら別に構わねえけど。まず第一に、ここはお前の家でもあるんだから、そんなことに気を使わなくてよろしい。第二は、お前が楽しそうにしてるなら、俺はそれだけでいい。何？いや、久保ちゃんも十分俺に甘いかと思ってさ。じゃあお前も久保ちゃん子になったりする？うん、ならねえ。時とはもう少し俺を甘やかしてもいいと思う。なんだこのドリアンチップスって。あてですよ。食べてみます？相変わらずおかしな食い物集めてんだな。おい、酒の追加持ってこい。なんで俺がてめえの酒持ってきてやんなきゃなんねえんだよ。自分で行け。破壊、涼んでんの？ええ、ちょっと飲みすぎたみたいです。もうすぐ七夕か。天の川見られるかな？この辺は都会が近いから、夜空が明るくてなかなか見えないかもですね。ごめん、すっげえ考えたんだけどさ、七夕のやつ、いいアイデアが思いつかないや。気にしないでください。七夕祭りのすぐ翌日にはうちの法事もぶつかっちゃいましたからね。いっそ無難な企画でやり過ごした方がいいのかもしれないな。あのさ、八海。なんです？八海はさ、後悔してないのかなって。カナネと結婚したこと。なんでです？あ、いや別に変な意味じゃなくてさ、突然俺らみたいのが家族になっちゃって、で店の切り盛りも家事とかも全部八海がやってくれてんじゃん。俺らそれに甘えっぱなしだし、八海すごい無理して頑張ってくれてんじゃねえかって。僕はやっぱり皆さんのことが好きみたいですよ。え、何が？忙しく働いてる方がくよくよ考えずに済みますし、何より家事も仕事もご近所付き合いも嫌いじゃない方なので、負担だなんて全く思ってません。それに、ん？このうちにはちゃんとカナンがいるんです。カナネが？このうちの家具や雰囲気、このうちで暮らす皆さんの言動や表情、生活の端々のふとした瞬間にカナンの存在を感じることができるんです。織姫と彦星は年に一度しか会えませんが、僕はここにいる限り毎日カナンと会えます。このうちは僕にとっての天の川なんですよ。ああ、そっか。天の川か。なるほど。八海？逆にこのアクシデントを利用できるかもしれませんね。悟空、僕に力を貸してもらえますか？うん。おいおい、しみざる、そんなに急いで囲んでどうしたよ。ごちそうさん。ああ、悟空、後でまとめて下げますから、そのままでいいですよ。ありがとう八海、行ってきます。は？頑張ってくださいね。後で差し入れ持っていきますから。うん、みんなに言ってく。なんなんだ、世話しねえな。例の七夕祭りの企画を進めてくれてるんですよ。時藤くんと、ついでに斎藤くんにも手伝ってもらって。え？結局、何やることになったんだ？もうすぐ出来上がるみたいですから、
後でみんなで見せてもらいに行きましょうか。その夏祭りってのは明日からなのか？ええ、今しがたうちのお店の企画が完成したそうですよ。ほらみんな中入って。どこも変わったとこなくね？休業中なのにお湯も張ってあるんだ。いつも通りの浴場に見えるが。まあまあ見ててくださいって。じゃあ電気消すぞ。電気？おお、浴場の壁と天井一面に夜空の星か。なるほど、ブラックライトね。ええ、悟空たちが発光塗料で七夕の星座表を完全再現してくれました。ブラックライトを当てないと見えない塗料だから、後から壁を塗り直す手間も必要ないんだ。真っ暗だと滑りやすくて危険なので、足元だけ光量を下げたライトで照らしてあります。床のスモークはライトに照らされた風呂の湯気か。雰囲気あるな。すごいね、満天の星空の下の露天風呂みたいだ。天の川書いても書いても終わんなくて気が狂うかと思ったぜ。時藤さん、夏の大三角形のあたりは俺に丸投げしたじゃないですか。やるじゃねえか学生トリオ。書いたのは俺らだけどさ、発案者は八海だから。皆さんのご協力の賜物ですよ。それにたまたま丸3日間の臨時休業があったおかげで作業が可能になりましたしね。不幸中の幸いってやつだな。あんたがそれを言うなっつ。これは今回のお祭りの目玉になるんじゃない？ふん、やはりうちの有能な跡取りと孫に任せておけば間違いはねえな。お父さん。じいちゃん。さあ、あとは明日のイベント開始に向けて今晩中に内装と外装の飾り付けを手分けして頑張りましょう。まず五条とお兄さんには笹の枝を切り分けてもらって、お父さんはこっちの折り紙で飾り付けを作ってください。え、俺らが今からやんの？当たり前だろ。いざという時はしっかり頼らせていただきますから。輪っかのやつでいいのか？こういうのは得意だぜ。レイアウトは任せとけ。うちの店の方も飾り付けしないとだね、時と。お客さんが短冊書いて吊るせるようにしようぜ。すみません、うちのトラックに笹だけ積んできたんで下ろすの手伝ってください。斎藤酒店は笹の配達もやってんのか。すげえな。俺下ろすの手伝ってくれ。ああ、じゃあ俺も行く。飾る前にうっかり折るんじゃねえぞ。うっかりで竹を折るってどんな馬鹿力。ゴージョ、こんな時に長々とトイレ占領してんじゃねえよ。おめえこそその靴下折れんだろうが。お前のこんなちっきり靴下履けっかよ。しかし法事当日にこんなドタバタするもんかね。昨日の七夕祭りが終わった後にどんちゃん騒ぎで飲み会なんかするからですよ。ああ、お兄さん、喪服に灰こぼさないで。ん？ああ、くそ、ネクタイの結び方なんざもう覚えてねえよ。八海、袴用の旅はどこだ？もう、なんで昨日のうちに用意しておかないんですか。いやあ、黒スーツの男性が大勢揃うと壮観ですね。あれ、てんちゃんは行かないの？僕は清掃が苦手で作家になったようなもんなんで、せっかくですから現状家水入らずで個人を忍んでください。つってもまあ、結局親父は帰ってこられねえみてえだけどな。うん、まあしょうがねえって。はい、全員準備できましたか？忘れ物ないですね。じゃあ先生、ちょっとお留守番お願いします。はいはい、いってらっしゃい。
どうしましょう、お父さん。タクシー拾います？すぐそこだ。歩きで構わん。どうした、ジープ？現状って家はここだな。なんだ、揃ってお出かけか？またなんか来やがった。先日とは顔ぶれが違うみたいですね。この間はうちの若い連中が世話になったらしいな。赤毛のチンピラにあばらと腰の骨折られたそうじゃねえか。それはそっちが先にうちの店荒らしたからだろ。うせえ。で、中条ってのはどいつだ。さっさと引き渡しゃいいんだよ。せっかく修理した店をまた休業にされたくなけりゃな。てめえら。やめとけ、五条。中条は俺だ。ほら、どこへなりと連れてけよ。信兄、ダメです、お兄さん。悪いな、墓参り行けなくて。お袋によろしく言っといてくれ。なんだ、やっぱりかくまってやがったじゃねえか。さっさとこっち。誰だてめえ。なんだ、面白そうなことに乗り遅れちまったみてえだな。親父。よう、息子ども、元気にしてたか？うん、おかえり。ったく、どんだけいいタイミングで帰ってくるんだよ、あんたは。なんだ、五条、お前またでかくなったんじゃね？なってねえよ、タケノコか俺は。お兄さん、ちゃんと喪服着てる。さすがです。俺ら無視して何ごちゃごちゃ言ってたんだ、てめえら。で、これどういう状況だ、ノブ？こいつらうちの店荒らして五条ボコったヤクザ連中。自分に都合悪い説明は見事に走りやがった。ほう、俺の可愛い息子をボコったって？そいつは丁重におもてなししてやらねえとだな。え、若旦那、うちの風呂は何度まで湯が沸かせる？そうですね、人肉シチューがじっくり煮込める程度には。あ、破壊？やっべ、こいつ法事に遅れそうなんでガチ切れしてやがる。おお、いい度胸じゃねえか。そっちがその気ならこっちは。ごちゃごちゃうるせえんだよ、青二歳ども。じいちゃん。親父。なんだこのじじいは。おい、ぼれをすっこんでやがれ。言われなくてもとっくに隠居中だ。だがあいにく俺の魂はこいつらが引き継いでるんでな。この現状家を敵に回すなら次の朝日を拝めねえ覚悟でかかってきやがれ。兄貴、野獣馬が集まりだしたぜ。今日のところは引くぞ。あ、おい、こら。なんだ、最近のチンピラは度胸がねえな。残念そうに言うなって。どうした、とっとと行くぞ。え、って今の奴らほっといていいのかよ。うちのは時間にうるさい奴だったからな。墓参りの一つもまともにできねえのかと。あの世で小言を食らったらかなわん。早く行こうぜ、じいちゃん。ばあちゃんに会いにさ。わかったから、腕を引っ張るな。さあ。もしもし、俺だ。言われた銭湯に脅しかけに行ったが、向こうも用心棒雇ってるなんざ聞いてねえぞ。あ？いや、俺にはわかる。あいつらはおそらくこの地元の筋もんだ。親分らしき紋付き袴のじじいが仕切ってやがったしな。とにかく俺らは一旦降ろさせてもらえ。何？おまわり？やべえ、なんでこんな時に。あれ通報したの久保ちゃんだろ？ん？いや、俺はただ営業妨害な場所に路駐してる迷惑な車がいるから
ついでに職質してみたらどうでしょって電話しただけよ。さっき振り回してた刃物、どっかに隠す余裕もねえだろうけどな。さて、お隣さんも無事に出かけたみたいだし、俺らも昼飯にしますか。俺明太パスタ食いて。明太子あったかな。じいちゃん、こっちの漬物食べる？たくあんだけもらう。へえ、この芸人また離婚したのかよ。何回目だ？3回目ですね。五条寄せ橋。そういやさ、親父今どの辺にいるのかな。さあな、この間の法事の後も数日経たずに飛んでっちまいやって。アメリカで本物のウィリスジープに乗ったとさんざ自慢されたぞ。マジで？羨ま。そうだ、お父さん、僕運転免許取ろうかと思うんですが。お前免許持ってなかったの？絶対持ってるイメージだった。なんでかわかんねえけど。前々から考えていたんですが、使用でもやはり車があった方が何かと便利かと。それに例えばバンを車用車にして要介護のお客様の送迎サービスを始めてみることも視野に入れているのですが。お前に任せる、好きにしろ。ありがとうございます。教習所に通う間はどうしてもお店の方を皆さんに手伝っていただかないとならないので、よろしくお願いいたしますね。そうきたか。頼りにしてますよ。俺手伝う。破壊、免許取ったらみんなでドライブ行こうぜ。ああいいですね。重箱でお弁当作りますよ。野郎だけでドライブしたって一個も楽しかねえだろう。野郎だけで飯食ってる時に行ってりゃ世話ねえな。お、時々来た。ごちそうさま。僕洗濯しておいた体操着。あ、嘘だ、忘れてた。パン一で体育受けるつもりかよ。暑いからちょうどいいんじゃねえか。やらねえって。自転車気をつけてくださいね。悟空、行ってらっしゃい。あ、じゃあ行ってきます。俺が住んでいる一軒家の1階はクリーニング屋だ。久保ちゃんの叔父にあたる人から家ごと経営権を譲り受けたらしい。いらっしゃいませ。1、2、3、計5点のお預かりですね。背広とシャツは明日には上がりますけど、こちらのコートは5日ほどお時間いただきますがよろしいですか。俺の保護者である久保田誠は爽やかなイメージのクリーニング屋店主というのは昼間の仮の姿。夜8時にクリーニング屋が閉店した後は入れ替わるように地下1階の別店舗、雀荘401がひっそりと開店する。ああ、五条くん、それロンです。これ学校だから70部で4500点ですかね。くっそ、マジかよ。ほら持ってけ、ビギナーズラック。70部って、天ちゃん先生、お宅本当に初心者？少なくともうちの店に来たのは初めてかな。いやー、なかなか奥深いですね、麻雀って。僕はもっぱら将棋とバックギャモンくらいしか経験なかったんですが。むしろバックギャモンがマニアックだわ。兄貴を誘うつもりが、あいつ法事終えたらさっさと出国しちまいやがってよ。代わりにこの先生連れてきたのが間違いだったぜ。今あっちの情勢が緊迫してるから早めに戻りたかったんでしょうね。久々に剣連さんとも打ちたかったけど。さすがに剣連の代わりにはなれませんが、ちょうど僕も麻雀を勉強していたところだったんですよ。
次の作品で雀荘のシーンを出す予定なので、今日はしっかり取材させてもらいます。てか先生ってかなり売れっ子らしいけど、どんな小説書いてんの？エロ、ポルノ、堪能小説です。人は見かけによらねえな。人類とその歴史をひたむきに突き詰めた結果、文学としてのエロスに行き着きました。ま、言わんとしてることはわかりますけどね。ポン。じーん？なんでしょう？あんた、背中がすすけてるぜってやつですよね、それ。あんたが勉強したってのは麻雀漫画かよ。漫画だと絵がついてるから初心者にもわかりやすいんですよ。基礎の基礎だけど、麻雀放浪記は？朝鉄は抜かりなく押さえてありますよ。この手じゃトップ狙いは厳しそうですし、二着狙いだとすると、もういっそ取りに行けって。倍満積もればトップ見えんだろ。俺親だから満願でいいんで。おや、もしかして僕挑発されてます？誰か一人でも俺が上がること考えろや。カビ茶ドラあんこ手の内じゃね。そういえばこのお店って全自動卓じゃないんですね。俺が自動卓好きじゃないんで。いざって時にパイがいじれねえからだろ。その辺は企業秘密。ちダメだ、神茶特急券持ってやがる。しかしまるで俺らの貸し切り状態だな。いつもこんな感じか？日によりけりですね。基本的に上のクリーニング屋だけで生活できてるから、こっちの方は表に看板も出してないし。客は野郎ばっかなんだから、可愛い店員くらい雇えばいいのによ。どうも、可愛い店員です。時藤君にメイド服でも着せたら割といけるんじゃないですか？商売の趣旨が大幅に変わるだろう。それそれを言うなら現状さんのところだって見事に男状態じゃない？いやだからさ、うちだって女の子のバイトを雇ってくれりゃもうちょい働く意欲も湧くぜって前から言ってんだけどよ。若い女なんざ雇ったら間違いなく手出す男がいるからだろ。手まんま八海に返されたわ。信人くんだって女性に関しては人のこと言えないでしょうが。ま、昔の兄貴ほどじゃねえがな。景気のいい話だな。そういう部分は確実に血を受け継いでますよね、県連の。いいじゃねえか別に。五条、今特定の相手いねえんだろ？忙しすぎて作る余裕もねえし。それにどう考えたってあの家はホイホイ女連れ込める環境でもねえしよ。な、先生。連れ込むも何も僕にはそういうお相手がいませんから。ってあんたエロ小説書いてんのにか？エロスの描写とは 1% の経験と 99% の妄想力です。資源ですね。そういえば先生の今の書斎はもともとは県連さんの部屋だったとか？そう、俺の部屋の隣な。兄貴が突然この先生連れてきて、当の自分はガキども残して海外に飛んでっちまった時は全員ポカンだったけどな。正直僕もポカンでしたよ。とはいえ全く生活能力のない僕にちゃんと飯食え、風呂に入れ、睡眠取れと言ってあの場を提供してくれた県連には今となっては感謝してますが。確かにあの家ならお風呂入りたい放題だな。まあ今度は風呂で寝るなと叱られるようになりましたけどね。俺の親父はあんたのおかんかっつの。かんだかん。お、やる気だな。降りてるのかと思った。攻撃は最大の防御ってな。ベタ折りは問い面だろ。さあどうかね。さっきからずっと現物切ってるじゃねえの。先生の携帯？あ、担当からの LINE です。すみません、地下だから電波届かないかと思って。どうした？なんか至急の案件みたいです。来週発売の本に大量の乱調が見つかったとかなんとか。え、それやべえだろ。先生の印税収入がうちの家計の大半支えてんだぞ。だとしたらやべえのは銭湯の経営問題だ。さすがに戻らないとダメか。既読ついちゃったし。こっちのことはお気になさらず。すみません、
僕はここで失礼します。また後日取材させてくださいね。お疲れ。メンチン一通ダマで天敗かよ。あの先生ガチで倍満上がりかけてやがった。あっぶねえ。どうします？3まで続けるか誰か追加で呼ぶとか。ああつってもうちのジジイはもうとっくに寝てる時間だしな。いらっしゃ。あれ、こんばんは。よう若旦那。夜分お邪魔します。久保田さん、今先生が慌てて出て行きましたけど何かあったんですか？仕事の呼び出しだってよ。つか八海、お前こそどうしたよ？どうしたもこうしたもあなたを迎えに来たんですよ五条。はあ、なんで？明日の午前中は番台に立ってもらう約束でしたよね。こんな時間まで油売ってて朝起きてこなかったら叶いませんから。なるほど、こっちはおじさんがおかんだ。大丈夫だっつうの、ガキじゃねえんだからよ。まあ固いこと言うなって若旦那。そうだ、せっかく来たんだから天ちゃん先生が抜けた穴あんたが埋めていけよ。わかりました。じゃあ五条、あなたが僕に勝ったら明日の朝仕事は免除しましょう。え、マジ？その代わり僕が勝ったら夜の番台までぶっ通しで引き受けていただきます。は？その場合連帯責任でお兄さんにはお昼の清掃をお任せしますんで。お、じゃあ始めましょうか。雀荘401の男たちの夜は長い。ゴーカー、今日ゲーセン寄ってかね？ああ、うん、行く。じゃあまたな、ゴク。一応考えといてくれよ。ああ、じゃあな。ゲーセンの後でケンタ寄っていいか？なんか俺今日めっちゃ腹減ってさ。いつでも腹減ってんじゃん。今のやつらサッカー部？うん、なんか部員に一人怪我人が出たから来週の試合に助っ人で出られないかって言われた。つーかお前こないだも陸上部に誘われてなかったっけ？部活の試合とかって大概休日じゃん。俺休日は店の手伝いがあるから難しいんだよな。めちゃくちゃ運動神経のいいお前がどこの部活にも入ってないのってそれが理由か？まあそれも一応あるけど、部活がどうこうってことじゃなくてさ。ん？体動かすのすげえ好きだし、スポーツもやってて楽しいんだけどさ、どの競技やってもなんかこれじゃないみたいなのがあって。言われてみれば悟空が特定のスポーツにハマってるイメージないな。俺頭良くないからルールがある中で点数を競い合うのがあんま得意じゃないんだと思う。格闘技だって意外とルールががっつりしてるじゃん。そりゃルールがなけりゃスポーツは呼べねえしな。スポーツが好きなんじゃなくて、ただ自由に目いっぱい体を動かしたいだけなんだよな俺。だからなんか真面目にスポーツに取り組んでる人たちに悪い気がしてさ。そうなると確かに難しいな。ルールなしで体動かすようなことって他に何かあったっけ？ダンスとかが？なんかこうなんていうかさ。なんだよ。俺旅がしたい。たまに斜め上なこと言うよなお前。え、そう？旅ってどこにだよ。外国とか？いや、どことかって具体的な場所があるわけじゃねえんだけどさ。バックパッカーみてえな。そういうのもありか。マジでざっくりだな。なんだろう、体一つでさ、いろんなとこ見てみたいし、いろんなことを感じたい的な。そういう感じか。つっても別に自分探ししたいとかじゃないんだけどさ、今の生活に何も不満がなくて家族と一緒にいるのもすげえ幸せなんだけど、帰ってくる場所があるから
安心して飛び出していけるのかもだし。お前のそういうところってやっぱ親父さん譲りなんじゃねえの？そうなのかな。言われてみればじいちゃんも若い頃お遍路行ったりバイクで日本縦断したりしてたって聞いたから、もしかしたらそうなのかも。お前のじいちゃん大泉洋かよ。でもそっか、旅いいじゃん。時藤も行く？俺はネット環境がなくてアマゾンの宅配が届かないところは無理だからパス。そもそも久保ちゃん置いてけねえしな。そっか。てか海外行くならまずはある程度英語喋れなきゃだよな。親父の話聞いてると歴史とか情勢とかそれこそいろいろ知識ないと危なくてやってけないみたいだし。頑張れ、なんとかなんだろう。お前地頭は悪くねえんだからさ。でもさ、あんま人のいない場所にも憧れるんだよな。荒野とか砂漠とか、それこそ親父の好きなジープに乗ったりしてさ。中肉せえけどわかる、それロマンだよな。あれ、あな、前歩いてるのって三河屋じゃん。おいサブロー。俺は三河屋でもサブちゃんでもないっす、サイトは。何度言ったら覚えてくれるんすか。もうそっか、あんたも同じ高校だっつってのもんな。2年と3年は教室が別通すから校内であんま顔合わせないっすもんね。へえ、いつも配達の時か商店街でしか会わないから制服着てるとなんか新鮮だな。え、そうっすかね。3年ってことは今受験で大変な時なんじゃねえの？ああ、いや俺はほら自分家の店継ぐ以外のこと考えてないんで。やっぱそっか。大学出といた方が潰しが効くってのは分かってるんすけど、店も万年人手不足だし、それに無駄な学費食い潰しても意味ないっしょ。俺の目標は斎藤酒店を地域に愛され続ける店に発展させることっすから。なんて。地に足ついてんな。ついてる。え？社会経験積んでる男って感じ。うん、感じ。ちょっとなんすか、急によいしょしないでください。恥ずかしい。恥ずかしがるなら言うなっつの。せっかく褒めたのにさ。あら、めっちゃ持ち上げといて突然はしご外すのやめてもらえます？前々から気になってたんだけどさ、斎藤って先輩なのになんで俺たちに敬語なんだ？だよな、むしろ俺らがタメ口なのに。いやまあうちの店のお得意さんだからってのももちろんあるんすけど。けど？お二人ともなんとなく俺より年下って感じがしないっすよ。静かだ。この店はいい。とりわけこの時間帯は他に客もほとんどいない絶好の穴場だ。コーヒーも値段相応にうまい。食器も使い古しを感じさせないし、おしぼりに嫌な匂いもついてねえ。そこそこの年月経営してきた飲食店が清潔感を保つのは地味に難しいことだ。下手にテーブルクロスなんかを敷いていないから、机に汚れもベトつきも感じない。唯一の不満点といえば店名か。喫茶、ゲーム。まるでバスへのスナックじゃねえか。店名のセンスはどうあれ、今時喫煙可能なのはありがたい。内装にオレンジ色やブラウン系を多用しているのはヤニ汚れを目立たなくするための設計だろう。おそらくここの店主も喫煙者だな。それにしても特筆すべきはあの無表情なウェイターだ。無駄口は一切叩かず、身のこなしには隙がない。人目を引く外見とは裏腹に、
ああやって店内の隅に佇んでいるときは、気配すら消している節がある。さながらひっそりと置かれた観葉植物のような。一体何者だ？あの老人は時折、この時間帯に一人でやってくる。いつも同じ壁際の席に座り、タバコをくゆらせながら本を読んで静かにひとときを過ごす。コーヒーには砂糖を 2.5 さじ。結構な甘党のようだ。いつもきちんと糊の効いた着流し姿に、カンカン帽の洒落たいでたちで入店する。還暦に届くかという高齢の割には、軍人か僧侶のようにやけに姿勢がいい。老眼鏡の奥の眼光は鋭く、まるで隙がない。そして何より特徴的なのは、あのまばゆいまでの金色の頭髪だ。顔立ちは濃いめだが、どう見ても東洋人だ。わざわざあんな派手な色に染めているのか。何のために。そもそも一体何者なんだろうか。平日の昼下がりにたびたびふらりと訪れる謎の老人。やはり現役引退した軍人あたりだろうか。なるほど。ならば窓際ではなく常に壁を背にした席を選ぶ説明がつく。この壁際の席は本を読むのにも最適だ。窓際は日当たりが良すぎるし、商店街を往来する者たちの目があって落ち着かんからな。しまった、つい気を取られてナプキン垂れが肘に。落下したナプキン立てを見もせずに後ろ手で受け止めただと。あの俊敏さ、柔軟性、一朝一夕で身につくものではない。やはりただのウェイターではなかったというわけか。実はあの壁際の老人に以前からもう一点気になっていることがある。金髪の合間に見え隠れしている額の赤い突起物。最初は血豆の類かとも思ったが、どうやら違うらしい。海外の傭兵の中には爆撃による破片の類が頭蓋骨に刺さったまま生活している者もいると聞く。まさか。では一体あのウェイターは何者だ。少なくとも俺の知る限り、この時間帯は常にこの店にいるようだが、そもそもこんな裏ぶれた商店街の客もろくに来ないような喫茶店に、なぜあのような手だれの者が常駐している。可能性としては店が雇ったボディーガードあたりか。だとしたらこの店の主人はどんな事情を抱えているんだ。俺は初めて好奇心からあの老人に至近距離での接触を試みようとしている。これよりあの老人のテーブルのグラスにお冷やを継ぎに行く。いつの間にか物音も立てずに距離を詰めてきている。あの手に持っているものは、そうか、お冷やか。しかし本当にそれが目的ならば、なぜそこまで気配を押し殺す必要がある。目標までおおよそ3メートル。老人が軍隊経験者だった場合、こちらの緊迫感を悟られたら警戒を招く。できる限り無になって接近を試みる。すでに攻撃範囲内。決して目を合わせるな。
あくまで本を読みふける老人を演じるべし。お冷やを継ぐ。お冷やを継いでいる。今一瞬妙な気のようなものを感じたが、気のせいか。よく見えなかった。つい迂闊にも顔を上げろと念じてしまった。老人に不信感を与えてしまったかもしれない。せっかくのくつろぎの時間を邪魔してどうするんだ。どうでもいいことだ。あの若者の正体が何者であろうと、この店は俺を受け入れ、俺もこの店を受け入れたのだ。それでいい。そう、これでいい。あの老人の過去がたとえどんなものであろうと、ひとときの安らぎの提供こそが俺のなすべきことなのだから。マスター、会計を頼む。低く凛とした声。もしかしたらあの老人のような立ち振る舞いこそが俺の理想なのかもしれない。また来る。ありがとうございました。おでこのあれはまた見逃した。銭湯の中に満天の星空か。確かにこいつはすごいですよね。これよー、店舗仕事は一段落ついたのか。ええ、一応。八海さんに聞いたら、ここだって言うんで。この七夕イベント、大盛況だったんだってな。立つ前に一度ちゃんと見ておこうと思ってさ。なんせ可愛い息子が手掛けた超大作だ。立つのは明日の夜ですか？まあな。本当に落ち着きのない父親ですね。悟空がまた寂しがりますよ。親はなくとも子は育つってな。あんだけまっすぐ元気に生きててくれりゃ、俺がそばについてる必要もねえだろう。周りに恵まれてるのもきっとあいつの人徳だ。それは後付けの言い訳ですか？はあ、そうだな。ただの言い訳だ。俺が親になりきれない、安定した生き方ってやつができないだけの言い訳だな。自覚があるのって卑怯ですよね。なんだよおい、久々に会ったダチをいじめて楽しいか。それでも賢練、やっぱりあなたはいつだってこの家にいるんですよ。ん？この家のそこかしこにあなたの生きてきた名残があって、このうちに住む人たちの言動や表情の端々にあなたのかけらを感じる。あなたが遠いどこかの空の下にいたとしても、このうちにはあなたの血が息づいているんです。あなたの息子さんたちもそれを感じながら成長しているのだと思いますよ。そんなもんかね。五条くんなんてあの顔を見て声を聞くたびに、ついうっかり用事を頼みたくなりますし。やめて差し上げろ。この星空はアンカレッジで見たアンドロメダ星、いや、ゴビ砂漠のゲルキャンプから見た銀河に近いな。
体液がキンキンに張り詰めてて、全身の五感が尖ってるせいか、瞬きの音さえ聞こえるみてえなさ。よく降るような星なんて言うが、そんな美しいもんじゃねえ。あれは圧倒的な力で殴りかかってくるような暴力的な光の海だ。あの威風を感じるほどの雄大さはどうしたってフィルムの中には収めきれねえんだ。その感覚は実際その場に行った者のみに施される恩恵なんでしょうね。行くか、一緒に。嫌ですよ、あなたの足手まといになるのは。天保、世界中であなたが見てきたもの、感じたことをたまにそうやって伝えてくれればそれでいいんです。僕は妄想の翼を広げて、それをさも自分が経験したかのように文章に起こすので。どんな鳥だって想像力より高く飛ぶことはできないだろうか。寺山修司は僕のバイブルですから。そういやお前、自分が行ったこともねえ場所のエッセイを雑誌に書いてたことあったな。俺が話した旅先のエピソードをさらに持って書いてんじゃねえかってよ。残念ですが、ケンレン、僕がその手札で原稿料をいただいたのは一度や二度じゃありません。あなたは僕の自由に飛び回る目です。じゃあお前さんのその大事な目ん玉にちょっと酒でもおごってみたらどうだ。お安いご用です。行きましょうか、目玉の親父さん。そしたらお前はネズミ男あたりか。その配役は納得できませんね。じゃあ小泣きじじい、今確実にお酒のランクが下がっていってますよ。なんならいいんだよ、なんなら。あ、言ったもめんか。あ、そうだ、ケンレン。うん。お帰りなさい。ドラマ CD 最有機、CD 巻末用ボーナストラックキャストトーク、イエーイ。はい、というわけで、ですね、本日のテーマ、本日の収録を終えての感想、印象に残ったシーンやセリフなどを、おのおの一人ずつ、トークしていきたいと思います。はい、まずは僕からいきます。孫悟空役の星総一郎です。パッピー、元気ないな。元気ないな、みんな。それ答えなきゃいけないの、こっちは。なるべく答えてほしいなと、はい、聞いてる皆さんはね、こう元気よく答えてくれてると思う。孫悟空役星総一郎です。パッピー、パッピー、はい。最有機、こうなんだろう、こう音で言うとなかなか分かりづらいと思うんですけどね、あのお湯、最もお湯の木ね、はい。そっちの最有機なんですけども、はい、なんかなんだろう、不思議ですね。こうあの悟空でやってるんですけども、全く新しいこう世界で、全く新しい物語という感じなんですけども、なんかこのね、メンバーがこのやっぱりこう三蔵一行でやっていて、すごくこうなんだろう、こうちょっと懐かしい初々しい気持ちになったり、そしてこうね、峰倉先生のあの佐伯以外の作品から、もうね、こう いろんな方が来ていただいて、またこれまた楽しい物語になっていてね、これで終わらせたくないと思います。あのまた続きやりたいなと思います。楽しい物語できましたんで、ぜひ最有機やりましょう。というわけで、本日はどうもありがとうございました。それでは、続いて関さん、よろしくお願いします。はい、現状三蔵役の関俊彦です。印象に残ったシーン、そうですね、これだけはちゃめちゃなパラレルワールドの中で、なかなか渋いシーンもありまして、8回と、
悟空が、はい、玄城家の縁側で天の川の話をしているのがとても印象に残りました、はい、それと、なぜか金銭が、おばあさん設定になっていて、しかも他界しているという設定だったので、あの一言でいいから金銭も金さんみたいな感じでおばあちゃんで一言やりたかったのが、ちょっと心残りでした。はい、では五条役の平津さんお願いします。こんにちは。どうもこんにちは、五条並びに剣連をやらせていただきました平田と申しますけど、関さん、はい、そうおっしゃいますけどね、はい、辛いっすよ。何が？五条と剣連の会話。ああ、やった、落語みたいでしたね。落語みたいです。あのね、一言言いたい、僕はドラマ CD とか浦祭とか、うん、本線からちょっと外れたとか大好きなんですけれども、五条と剣連の会話っていうのはこれ一切やめていただき、あ、やりたくない。峰倉、峰倉聞いてっか。非常にきつい思いをさせていただきました。話は面白かったですけどね。ちょっと変えてましたよね。ちょっと変えてましたね。変わるだろう、それは。魂が違うんだからよ。あの会話はきつい。どうなんでしょうね、そのあたり。アキラさんどうぞ。はい、天保そして八海役をやっております石田明です。どうなんでしょうね。まあ僕らは声を当ててる本人ではあるんですけれども、僕らがね大変だ大変だって言っててもきっと聞いてる人はすごい想像力豊かに捉えてくださってると思うんですよ、うん、なので僕らこれ絵がなくて成立すんのっていうふうに思いますけど、でも実際に皆さんの聞いてくださってる皆さんの脳内ではちゃんと絵があってね、八海と天保が別々に喋っている、そしてお互いこう、うん、区別がつけられているということになってるんじゃないかと、それだけ期待して。はい、何ですか？峰倉が調子こくからやめろ。またやるかもね。まあ、そうですね、まあどうなるんでしょうね、この最勇気のシリーズはね。シリーズ、まあどうなるか分かりませんが、まあうっすらと期待しておいてください。僕的に今回のお話で気になったというか印象残ったのは、三蔵様がおじいさん設定になってて文句を言わないっていうね。絶対文句言いそうなのに。まあさすが峰倉先生が決めたことには逆らわないんだなと、そこだけ気になってました。なるほど、はい、じゃあ続いて、森川くんお願いします。あ、はい、どうもただいまご紹介に預かりました、アキラ石田からご紹介に預かりました、アクセルワンの社長森川俊之でございます。社長、お疲れ様でした、はい、ということでね、久しぶりに久保ちゃん久保田を演じるっていうところで、喜んできたんですけれども、設定がだいぶ違ってて、うん、びっくりしたんですけれども、でもアダプターチームというかね、そういうところでは時藤と、久保ちゃんの関係性っていうのはね、こうまあ変わらずに、いて、そしてプラス一緒に暮らしてるっていうところで、まあどこのね、どの世界に行ってもこの二人は常に一緒っていうところが良かったんではないかなっていうふうに思うんですけれども、まあでもあれですね、ドラマ CD ってこう音だけなんで、すごいなんかこうやっていて絵がないから自由に演じることができるんですけれども、久しぶりなんで思わず自分でこの久保ちゃんを演じている時に若干最初声を出した時に不安だったんですけども、今日ほど後ろというか、監督スタッフの皆さんの、顔色を伺う収録はなかったですよね。久しぶりだったから。あるでしょ？そうだよね。よくあることですよ。そう。まあということなんですけれどもね、まあこの世界のドラマでも相変わらず矢のつく人たちが出てきたりとかね、いろいろあったんですけれども、まあドラマでもそうですけども、ほらよくモブじゃないですけどガヤとか撮るじゃないですかね、これだけ豪華なメンバーでガヤとか撮るともうとっても素晴らしい
厚みのあるガヤができたりとかするんですよ。例えばじゃあここでなんかこう笑いの爆笑のガヤなんかちょっと一発やってくださいって結構できたりとかするんで、どうですか今から。はい、3219。ほら、ね、リラックスしてみんな自由に爆笑してますよね。まあまあまあそんなこんなでございますけれどもね。まあもうお時間ですか。はい、わかりました。さて次はですね、時任役の、石川秀、よろしくお願いします。はい、森川さんありがとうございました。時任役の石川秀夫です。そうですね、僕ワイルドアダプターチームは基本的にこの、久保田と時任2人の話なんで、あんまり友達とかなんかこうなんか寄ってくる人って、まあコウさんいますけどね。はい、ね、コウさんいますけども、それぐらいしか、あとはね、刑事の方と絡んだりとかってあるんですけど、だからなんか悟空となんか絡むとなんか友達できた感じですごい楽しかったんですよ、実はね。なあ、そうなんだ、友達だ、できたみたいな、そんな感じがして、とても楽しい収録でした。このシリーズあったらまた友達をね、どんどん増やしていけたらなと思っております。ありがとうございました。じゃあ鈴村くん。はい、三島時役の鈴村健一です。ビズゲーマーチームでございます。ビズゲーマー、さっき話してたら10年前って、いやびっくりしました。で10年前にやってたんですけど、あれですね、西遊記さんたちはすごい伸びやかにいろいろな作品展開をなさったと思います、ね、ねえねえ、僕は割と久しぶりに今日ここに訪れている感じはないです。逆にここにこの活路を見出したい。こっからまた、ね、そうなの、こっから新たに戦いを挑みたいと、そういう気持ちで、今日は挑ませていただきました。非常に楽しい、感じでございますけど、本編は基本的に喫茶店でコーヒーを出しただけだったかなって思いますから。ここからまた展開していただければ何かしら訪れるかもしれませんからね、これシリーズ化していただきたいと強く願うわけでございます。よろしくお願いします。はい、さあ、ではじゃあひろき。はい、毎度10年経っても営業中、どうも斉藤酒店の一人息子、斉藤和夫でございます。頑張れ。頑張る。はい、10年ですね。アニメ放送が2008年だったということで、かなり我々も、活路を見出すという言葉が先ほどありましたが、実にですね、放送してねえぞ、星そうでございます。じゃあぜひ一緒にいいじゃんっつって、ね、一丸となって頑張りましょう。一丸となっていきたいかなというふうに思っております。あの作品の感想ですね、七夕の話をしているのに七夕過ぎてから収録しているっていうこの今の状況がですね、とても僕的には嬉しい。これ2019年の7月なのかな、発売違うかな、っていうのがなんかこう気持ちのいい感じがいたしました。はい、で夏の大三角形なんて話が出てきましたけどね、ベガとアルタイルは有名だと思うんですよ。こと座のベガ、こう食女性ですね。でワシ座のアルタイル、これは彦星さんですけど、じゃあ三角形を形成するもう一つの星は果たして何でしょうという問題を最後に星さんに解いていただきます。ではビズゲーマー三人衆のうちの最後の一人、諏訪部さん。ご紹介に預かりました、私ビズゲーマー中条信人の声を担当しております諏訪部純一です。ご意見いかがですか。そうですか。というわけでございまして、ビズゲーマー、他の二人も言ってましたけれども、アニメ化したのが2008年、およそ10年前ということで、非常に懐かしいですね。確かビズゲーマーでイベントをやったのを覚えてますけれども、あのイベントやった会場もう今はないらしいです。それぐらいの月日が経ってますけど、いやもうそんなにプレッシャーかけられると、もうそんなにいい声出ないよ、やめてくれよみんな。まあそんな感じでございまして、非常に和気あいあいとこの峰倉先生のですね、数々の作品のキャラクターがですね、くんずほぐれつ、バラエティな内容でとても楽しくやらせていただきました。またこのような機会があればいいなと思うのとともに、ビズゲーマーもまた何か出番があったらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ではでは。はい、SM 君ありがとうございました。いい声だ、いい声だ、はい、いい声だった、いい声だったね。で、なんだっけ、ひろくん、びっくりしちゃったね。何でしたっけ、もう一つベガとアルタイル、ベガとなんだっけな、それ、ま、真面目な問題、真面目な問題。真面目な問題。ごめんなさい、ひねりはごめんなさい、加えてなかったです。何でしたっけ、ひろあき、
嫌な予感しちゃった俺の顔見てたからというわけでねはいドラマ CD 最勇気、ね、キャストトーク終わろうと思いますけどもまたぜひねこれを機にいろいろ展開していけたら嬉しいなと思いますぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします本日はどうも、ありがとうございましたお疲れ様でした皆さんさよならバイバイデネブデネブねデネブでしたパピー分かってよかったね星になっちまったね星じゃあ皆さんさようなら